ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。日本酒の輸出について質問です。三重県と秋田県の蔵元を知っていて、日本酒の輸出業を始めようと思ってます。過去の質問、日本酒の海外でのニーズの質問で、アンサー、世界中に日本酒の酒造を紹介するビジネスはまだまだ小さいので伸びると思いますよと回答されていましたが、参考までにどこかの国に行かれた際に日本酒の需要を実感されたのか知りたいです。また酒造を紹介するとは海外向けに物販で日本酒を輸出するという意味なのか、それとも専門 EC サイトを立ち上げ海外ユーザーに直販するということなのかも気になります。私は20代前半の若者で、孫正義社長のように30代で1000億円の軍資金をと考えています。日本酒の輸出市場にそのレベルの可能性はあると思いますかという質問です。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。日本酒専門メディア酒タイムズを運営する株式会社クリア代表取締役の生駒隆二さんです。お願いします。お願いします。じゃあ私の回答からいきたいと思います。はい、ちょ、珍しいな、これ長いな、長いな、これ長い、頑張ってください。なんだそれB2C で直接消費者に日本酒を届けるにはまだ認知度が足りないので、基本は飲食店や小売店への営業になります。小規模の酒造は、海外に独立で行った拡散する力がないので、そこはビジネスチャンスになります。どの国に行って云々ではなく、そもそも日本食レストランに行って日本酒があまり置いてなかっ、置いてないって問題意識です。イタリアンレストランに行ったら普通イタリアンワインを飲むでしょう。日本人の感覚はさておき、外国人のマインドから考えたら日本食レストランに行ったら日本酒を頼みたくなるのが普通です。でも大手メーカーに対して日本、美味しくない日本酒しか置いてないんですよ。バブルの頃のイタリアンレストランみたいなもんで、小売業なのでビジネスも小規模になるため、孫さんみたいになりたいのなら無理ですね。日本酒を広めたい意欲は高くないんだったら多分うまくいきませんと。一世をか。バカじゃないのこいつ。孫さんってこういうやつ煽るからあんま良くないんだよな。30代で1000億の軍資金を。越境 EC はまだ全然、海外の個人レベルでは認知がないので、うん、越境 EC いくつかありますけど、結局トラフィック集められなくて、ビジネスとしては成立してないっていうのがほとんどでしょうね。まだマーケットがね、187億ですからね、輸出で、うん、ワイン1兆2000億出てる中で。いやだって日本酒はそもそも安いから、うん、単価が、単価めちゃくちゃ低いですからね。あれは越境 EC して儲かんねえですよ、うん、粗利が良くないですよね。高く、そうそうそう、そもそもだから、だってシャンパンのビジネスとかって、あ、いくら高いシャンパンでも1本原価が10ユーロを超えるものはないって言われてるんですよ。そんな安いんですか。え、そんなに原価が安いんですか。もちろん。そんな低いんだ。そう、あれはほとんどブランドでできてますから。日本酒って原価ベースなんですよ。山田錦っていうちょっと単価の高い米を使ったから利益こんぐらいかなとか、大吟醸っていうコストの高い作り方をしてるからこんぐらいかなみたいな。だからワインみたいなヴィンテージとかテロワールみたいな付加価値に対して価格をつける、あんまり風習がない。そもそも日本酒が市場が伸びたのってピークって1973年なんですけど、何伸びてきたかっていうと、安くて美味しい酒を広げることで伸びてきてるんですよね。コスパ振興が日本そもそも強いんで、あんまり高くて利益というものを作ろうという文化が今までなかったっていうのは課題としてはありますね。だからもう今のままだと越境 EC は無理なんですよ、ね。うん、まあ、それこそだからああいう感じになっちゃう。のアルゼンチンからとか、チリワインのチリのなんか、チリに行ったのね俺。ベノスアイレスじゃなくて、なんだっけ、サンチアゴ、サンチアゴ行ったって言ったら、なんか見慣れたあのラベルがね貼ってあるのがワインショップの前に置いてあった、うん、で、なんだろうなと思ったら、イオンのワインなのよ。へぇ、なんだっけ、イオンのブランド、なんかあトップバリュー、トップバリュー、トップバリュー、トップバリューだ、トップバリューって書いてあって、あれ、なんか、あれ、それすごい、トップバリューって海外のブランドだっけとかって思って、うん、あれ、なんかイオンじゃなくてサンチアゴにもトップバリューあんのかとかって思って、よくよく見たら裏側に日本語のラベルが貼ってあって、あ、これはチリワインを
日本に輸出してんだと思って1本300円ぐらいなわけ。安いや、でもトップバリューってそんなもんだよね。あ、でもまあそっか、500円とかで売ってるじゃん。そうですね、テーブルワインですからね。うん、なんだけど、ああいう感じなんだよね、うん、売り方が、うん、日本酒も、うん、だからチリワインの安いやつっていう感じの売り方をしていて、うんうん、そらあんたね、それでマーケット広げようと思ったら、要はすでにワインがあるところに、その300円とかで買えるワインがあるところに日本酒をいくら安く持ってったって誰も買わないよねっていうのがまず一つあるよね、うん、だから多分それじゃなくてブランディングをしないとどうにもなんないっていう、高いワイン、高い日本酒以外は商機は多分なくて、うん、ないと思います。だから高いの作んないと。だからシャンパンもそうなんですけど、いやびっくりするよ。俺だってほらあのバーとかやってたからシャンパンとか普通に仕入れるんだけど、うん、え、こんな安いの？高い日本酒を作ろうっていう動き自体は少しずつ出てるんですけど、うん、それ結構紐解いてくとやっぱ原価めっちゃかけてるんですよね。あ、ものすごく米を磨いて作ったとか、うん、そうじゃなくてブランドっていうその存在そのものに価値があるみたいなところに持っていかないと、なんか価格は高いけど結局あらりが変わんないんで、コスト的には変わんないよねみたいな話になっちゃうと思うんで、ブランドを作って利益率高くて海外の人に憧れる存在になるような形で出していけるかってことが、越境医師においても海外マーケットにすごく大事なポイントだと思います。うんうんうん、なかなかそこまでできてない現状ですね。うんうんうん、まあなんかほら中田氏の日本酒ビジネスも儲かってる、まあ彼は彼でいいことやってると思いますよ。あの冷蔵庫作ってますからね。やってますね、冷蔵庫。うん、日本酒用の、そう、氷温貯蔵できる冷蔵庫。ワインの、あの保管温度だと日本酒と温度高すぎるんですよ。日本酒できれば5度以下とか、まあ、マイナス5度ぐらいで。もう生酒とかだとね、もうマイナス5度とかじゃないと冷凍庫でもいいとか。あの日本お酒ってあの氷点水より低いんで、あのマイナス5度ぐらいだとまあ保温ないんですね。でしかも状態もいいまま保存できるんで、まあ、白ワインって多分12度とかですよね、冷蔵庫。うん、そうそう、それだとちょっと白ワインだとそうですね、品質変わっちゃうんで、だからワインのコールドチェーンで日本酒を乗っけて海外に出していきましょうって言っちゃうと、その温度に耐えられるお酒しか送れないんですよ。うん、でそれを耐えられるお酒はそんなにこう純米大吟醸とか生酒とかは送れないんで、例えば結構温度高くても強いのはパック酒とか普通酒は結構温度にも耐えられる強さを持ってるんで、うん、結果的に今の露地の状態で持っていこうと思うと、いわゆるその大手の作ってる量産されてるお酒になる傾向があるってことです。だから流通から変えていかないといい酒を送ることもできないっていうのが一個の、うん、もうだからそのコンテナのね、うん、冷蔵というか冷凍コンテナみたいな感じになる。まずだから船便で輸出する時のコンテナもその特殊なコンテナが必要だし、あとその中田さんがやってるビジネスっていうのはその冷蔵庫を作って、専用の日本専用の冷蔵庫を作ってこれを置いてくれれば、例えば14台のプレミアムの日本酒をあの卸せますよ。あの N ですね、中田さん作るだけです。を下ろせるよっていうブランディングをして、そしてもう冷蔵庫入れてくれたら、まあ、品質も安定するし、あのまあそこを、まあ、一回それ冷蔵庫入れたら結構みんな買ってくれるんで、っていうので地道な広がりを頑張ってるっていう。どちらかというとインフラ作りをしてるのが今中田さんのお仕事のメインですね。だから何やってるのか分かんないって全く知らない人たちから思われるんだけど。そんなこと言われてるんですか？いやー、まあやっぱり揶揄する人たちはそういうふうに言うよね。まあまあまあ、うん、まあ何でもそうなんですけど、うんうん、そう、だから相当ね、30代で1000億の軍資金をっていうやつがやる仕事じゃねえと思うんだよな。いずれね、30代で1000億の軍資金みたいなレベルの資料に僕はなると思ってこの仕事やってますけど、やっぱお酒の輸出っていうのは文化を作ることにつながってくる。時間がどうしてもかかるんですよ。だからこの数年で、あ、本当に 2,3 年とかで、わかんないですけど、彼が1000億の軍資金を取るぐらいのビジネスになるのはまだまだ時間がかかるし、そこの粘り強さがない状態でこの業界に参入するとなかなか厳しいかなとは思います。そうだから、なんか三重県と秋田県の蔵元を知っていてとか、もうなんか何の意味もねえよそんなもんみたいな。そこから何みたいな、みんな知ってるけど、いや知ってるって、多分なんか知り合いがいるんですよね。知り合いがいるっていう意味でしょ。
なんだけど、そういうこと、つながりがあるから、そっから何かできねえかなっていう考えですよね。もうね、そんなの、何の付加価値でもないからっていう、ちょっとそれは厳しいみたいな感じ。はみたいな感じですよ。だって、本当にそういうのやりたい人とか、別に普通に飛び込んで行くもん。うん、だから多分、そんな日本酒好きじゃないんじゃないですか？好きじゃないとできないと思いますよ、今。どうしても。僕もこう7年やって しぶとくやった結果少しずつマーケット開いてるぐらいなんで、はい、ということでちょっと厳しい意見も出ましたが、はい、これがねすごく素敵な意見ではあると思いますのでぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、それでは最後にカメラに向かって告知アピールお願いします。はい、私がやってる会社株式会社クリアという日本酒のベンチャーをやってます。やってる事業として日本酒メディアの酒タイムズという日本酒に特化したメディアをやってます。日本酒のこと知りたいなとか面白そうだなと思ったらぜひアクセスしてみてください。はい、はい、ぜひ皆さんまずは調べてみてください。それでは最後 HIU ニュースに参ります。スポーツ系グループではトライアスロンをしてみたい人向けの説明会が企画されています。大変そうに見えてフルマラソンより楽という人もHIU で新しい趣味を見つけてみませんかということでね、ということでトライアスロンも、ね、結構やってる方も増えてますからね、仲間を見つけたい方はぜひ HIU で期待してください、はい、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれるのでメルマガ登録もお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました、はい、メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容をよく頼んだ天使は